こんにちは。428続きから読んでいきたいと思います。次は大沢さんを読みたいと思います。私の428の実況動画で謎のパート 46.5 っていうのがあったと思うんだけど、順番に見てた人は本当にごめんなさい。こればっかりは平誤りです。じゃあ加納くんから大沢さんに飛んでいきましょう。ジャンプ。ほい。どんどん。すごく社会的距離をとってるよね。捜査一課の面々に梶原が説明を受けていた。少し離れたリビングのソファーで大沢と愛はその様子を眺めていた。梶原は何度も額の汗をハンカチで拭いている。心なしか顔色も青ざめている気がした。どうやら悪い報告であるのは間違いないようだった。大沢さん、奥さん。前回はここでね、ひとみちゃんもあっちも死んじゃったっていうのを聞かされました。梶原は大沢の元へとやってきた。たった今、本部から連絡がありました。本部にディップがあるね。はい、本部。この時、捜査本部は、上層部による方針変更のための、方針変更のため騒然としていた。現場に出ている刑事たちには、誘拐事件捜査の中断命令が下された。うん。マリアさんがウーアウイルスに感染したまま放たれたっていうことで、警察としては、もう誘拐事件どころじゃないってことで、捜査を中断していますね。で、ここの刑事で、あ、また加納くんに戻るのかな、これは。後にしましょう。はい。重苦しい口調だった。大沢は覚悟を決めていった。聞かせてください。どうやら、マリアさんは無事のようです。え?予想もしない一言だった。本当か?解決したの?もう少しで夫婦揃って喜びの声を上げるところだった。まあ、愛さんはどういうニュアンスかわからないけど。それを躊躇させたのは梶原の硬い表情だった。ただ、まだマリアさんを保護できてはいません。なんだ、意味がわからないぞ。生きているとわかったのに、保護できていないとはどういうことなんだ。大沢がきつく迫ると、梶原の眉間に太いシワが刻まれた。申し訳ありません。上からの情報も錯綜していまして。監禁状態から脱出したことは確かなようなんですが。ただ。奥歯に物が挟まったような言い方だった。言いたいことがあるならはっきり言ってくれ。マリアさんは、ウイルスに感染している模様です。感染?そうだよね。これ大沢さん知らないよね。心臓をわしづかみにされた気がした。私は聞いたことがないのですが。ウーアウイルスというものだそうです。ああ、梶原さんも知ってしまった。目の前が真っ暗になった。瞬く間に全身を絶望感が包んでいく。あなた。愛がかすれた声を上げた。言いたいことが伝わってくるだけに胃が痛んだ。大沢さんはウイルスの専門家ですよね。ウーアウイルスのことはご存知ですか?大沢は片手で梶原の言葉を制した。感染してから何時間だ?そこまでは聞いていません。何か大事なことなんでしょうか?感染した時間によっては、マリアを助けることが。そこまで言って、大沢は重要なことに気づいた。何何何何?瞳の時とは条件が違う。条件?今は田中の協力が受けられないので。抗ウイルス剤を保管した区画に入れない。そうだね。その通り。つまり、マリアに抗ウイルス剤を投与することは不可能なのだ。ひとみちゃんから抗ウイルス剤をすぐに取り出してすぐ作れれば助かるけど、でもその複製するのにも時間かかるから無理なんだよね。うわぁ、めっちゃ揺れてる。そっと押しそうになるのをなんとか必死にこらえた。梶原さん、頼む。田中を一刻も早く捕まえてくれ。詳しい事情は話せないが、そうでないと大変なことになる。大沢は梶原にすがるように言った。
もし田中が捕まらなかったらマリアは 100% 助からない。あーでも田中もう爆破されちゃったんで。梶原の携帯電話が鳴った。なんですって。梶原が周囲の静寂を打ち破るように叫んだ。その大声に愛が体を震わせた。電話の内容にうなずくたびに梶原の眉間にシワが寄る。了解、伝えます。梶原さんもこの役目重いよね。梶原が電話を切るとリビングに静寂、沈黙が訪れた。その場にいる誰もが良くない知らせと確信していた。本部からです。大沢はごくりと唾を飲んだ。全身が小刻みに痙攣する。犯人グループのものと思われるワゴンが渋谷区神南付近で爆発しました。なんかさ、その爆発ってこの428の中ですごい大事なことのように思えるけどさ、なんで爆発までさせる必要があったんだろうね。なんか田中を始末するにしてもさ、他にやり終わったんじゃないのって感じがするから、やっぱりひとみちゃんマリアさんも巻き込むつもりで爆発させたのかな。炎上したワゴンの中から遺体が発見されたのですが、誰だったんだ、言ってくれ、祈るような気持ちで叫んだ。マリアであってくれるな、瞳であってくれるな。梶原は一息ついてから口を開いた。遺体は田中さんであることが確認されました。ああ、すごいリアクション。アイさん、いやごめん、笑っちゃいけない、笑っちゃいけないんだけど、アイさん、アイさんのリアクション、まあでもそう、いや、そりゃそうなるよ、ごめん。すぐに、いやちょっと待って、会長はひどい、会長のような悲鳴が上がった。アイだった。嘘よ。激しい金切り声がリビングに響き渡る。音楽やばい、音楽もやばい。大沢も同じように悲鳴を上げたい心境だった。いやそれにしても愛さんに会長はさすがにかわいそうだと思うけどな。田中の死によって抗ウイルス剤を取り出す方法はなくなった。それはマリアの確実な死を意味していた。え、これって To be continue じゃない？そうだよね。いやでも助かると思うんだけどな、物語的に。短かったね。これであとはマリアさんだけだ、バッドエンド。マリアさんの方のバッドエンドはどうすればいいかというと、花ちゃんが現れればいいんだね。それって難しくない？どうすればいいんだろう。アッチが花ちゃんとぶつかりそうになって、なんか花ちゃんを慌てて抱えたりするけどさ、ここの選択肢だったりする、もしかして。前回ここ読んだ時は花ちゃんを抱えて、そしたら色紙がなんかジュースまみれとかになっちゃったんだよね、ゴミに突っ込んで。じゃあ次 B、 とっさに横に飛んだ。あ、そっか、こうすれば花ちゃんの謎の色紙が無事なんだ。アチはとっさに横に飛んだ。ぶつかりはしなかったものの、少し驚かせてしまったに違いない。悪い、大丈夫だったか。アチは女の子に謝った。ところが女の子はアチのことなど目に入らない様子で、キョロキョロと周囲を見回している。この花ちゃんの色紙ってやっぱ遠山さんにあげようとしてたのかな。誕生日とかなんだろうね。待ち合わせでもしているのだろうか。ともかくぶつからないでよかった。アチとひとみは再び走り始めた。アチとひとみは古い雑居ビルの階段を登った。そっか、このまま監視カメラのところに行くんですね。わかったわかった。これで助かるんじゃない？じゃあマリアさん続きから読んでいきましょう。どこへ向かうでもなく、私は街を歩いた。神木あよど。なんかさ、前ここで
ちょっとギャルっぽい女の人が電話してたけど、あのシーンってなんか意味あったのかな。デパート前の大看板には女性ミュージシャンのポスターが貼られている。人気のあるミュージシャンなのだろうか。道行く人々が足を止めて眺めていた。あ、電話してた女の人だ。大看板の前で花の姿を見かけた。女性に色紙のようなものを見せている。綺麗だねこの人。ん？あの女性ポスターのミュージシャンによく似ている。それ私も思ったんだよ。神木彩なのかな。それに以前にもどこかで見かけたような気もする。どこで見たんだろう。本当に記憶喪失って厄介だ。度忘れしているのか、それとも記憶がないのか、自分ではどっちか分かりやしない。本当ね、アイデンティティの崩壊だよね。女性は並べられた色紙を 一枚一枚手に取っては、うんうんとうなずいたり、簡単の声を漏らしたりしている。花ちゃん。手を振りながら駆け寄ると、そばにいた女性は逃げるように去っていった。神木彩なのかな今の。また会ったね。話しかけると花はうんざりした顔をするなんか渋谷にたまにいる似顔絵描きますの人みたいだね花ちゃんいるよねたまに。今の人誰？知らない人。花ちゃんの色紙なんだろう。花はさっさと荷物をまとめて足早に歩き出した。あ、ちょっと待ってよ。引き止めようとしたが、花は私の声を無視する。スペイン坂から公園通りへと、花は小走りでかけていく。花ちゃんは絶対、遠山さんのために何かしようとしてるって思う、私は。ああちょっと待って。花ちゃんちょっと転びやすいな。あ、公園通りに出た途端、花は思い切り転倒した。その勢いで、カバンの中身がすべてばらまかれた。ごめんね。私は足元に落ちた色紙を拾った。なんだろうこれって。色紙には詩が書かれていた。詩のポエム428、偽りのモンスーンという題名の三分詩。何それ。思春期の少女の心の揺れ動きが繊細に表現されている。また縦方向に書かれている詩を横向きに読むと、年頃の一人娘を持つ父親のやきもきした心境が綴られているという、一粒で二度おいしい技巧的な構成になっている。へえ、縦読みならぬ横読みなんだ。後に花はその才能を神木彩に見出され、売れっ子作詞家となる。へえ、すごいね。じゃあやっぱ今神木彩がそれ見てなんかどっかに売り出してくれるんだ。すごいね。でも偽りのモンスーン、モンスーン気候とかあったよね。花が恥ずかしそうな顔をして私の手から色紙をひったくった。触らないで、売り物なんだから。あ、そういうことか、そういうことか。少しでもパパの足しになるようにって動いてたんだきっと。売り物？自分の描いた詩を売ってるの。へえ、すごいじゃない。私が褒めると花は意外そうな顔をした。すごい？学校の友達にはバカにされたけど。そんなことない。今ちょっと見たけどすごくいい詩だと思ったよ。適当なこと言わないで。もう何週間も渋谷で売ってるんだけど、買ってくれたのは今の女の人だけなんだから。あ、そうなんだ。花は大きなため息をついた。でもなんで詩を売ったりしてるの？なんとか借金を返す足しになればって思って。花ちゃん、え？子供らしくない言葉に驚いた。うちのお父さんね、すごい借金があるの。借金というと柳下のことを思い出す。よくよく今日は借金まみれの人に縁があるようだ。私小学生だからバイトもできないし。バイトのティップ、アルバイトの略。労働基準法で15歳未満の子供を雇うことは禁じられている。ただし芸能関係の仕事の場合、
労働基準監督署の許可を得れば15歳未満でも働くことができる。あ、そういうことだったんだ。あれって許可得てたんだ。福君とかね、いや福さんか、けなげだ。とっつきは悪そうだがやっぱり子供だ。あまりのけなげさに抱きしめたくなった。うー、鼻ー。背後で奇妙なうなり声がした。あ遠山さん驚いて振り返ると遠山が涙を流しながら立っていた。この写真の遠山さん、何気に結構小顔効果になってるね。花、すまない、そこまでお前に苦労をかけて。遠山が花に駆け寄る。親子の感動の再会だ。よかったね。あ、と思ったら花が色紙で遠山の顔面を叩いた。遠山さんはなんか顔面になんかこう難があるんだ。難じゃない。災難があるんだね。何を。何をじゃないよ。もう逃げ回るのはうんざりなんだから。うわ、めっちゃ叩いてる。さらに何発も色紙で遠山の顔面を張り倒す。わかったわかった。だったら一つだけ頼みを聞いてくれ。それで今日はなんとかなるから。一つだけだからね。マリアさんの顔。一見乱暴なようだが、遠山と花のやりとりはなんとなく微笑ましかった。二人は仲がいいんですね。私が言うと、はい、全然。遠山と花は同時に反対のことを口にした。いいな、この二人すごい好き。花がムスッとして歩いていくのを遠山がもたもたとついていく。その光景がおかしくて私はつい笑い声を上げた。じゃあまたね。あ、ムービーだ。あ、住んでのところだったね。あ、危なかったね、マリアさん。本当に花ちゃんのおかげだ。路上で車が高い火柱を上げている。周囲はやじ馬で騒然としていた。あまりにも現実感がなくてどこかのテレビのセットのようにも見えた。私は立ち上る炎をぼんやりと眺めていた。あれ、なんだろう。何かが見える。うん。ああ、また過去の記憶がうずいてる。熱気で揺れる陽炎。乾いた砂の匂い。髪をさらう焼けた風。ここはどこ？マリアさんって何のために中東行ったんだろうね。朽ちた道、朽ちた家、朽ちた町。うん、そこに生きる人、生きる人、生きる人、生きる人。私の隣には誰かがいる。この景色を私は誰かと一緒に見ていた。かなんだ。それは少女。私と一緒にいるのは少女だ。アナ・イスミー、え、何？彼女が私に言った。え、どういう意味？あやとり。私の声だ。あやとり。この声は誰？なんだ？私は誰と話しているんだ？ううん、あやとり。
私は誰かにあやとりをやってみせている。誰？私は誰にあやとりを見せているの？え？か、な、うん、お、思い出した？カナンという言葉が頭の中で響いた。ちょっとずつ記憶が戻ってくるんじゃない？カナン？思わず声に出していた。頭の中に浮かんでいた映像が消えていく。失っていた記憶の尻尾を捕まえたような気がした。そうだ、カナンだ。口に出した途端、私の中で不思議な使命感が湧いてきた。ごめん、なんか後ろの女の人の絶妙な角度で笑っちゃう。ちょっと覗いてるみたいな角度な、面白いな。ごめんね。私には何かやらなければいけないことがあった。それをやらないとカナンという人が危険な目に遭う。あ、そう、なんかさ、カナンがさ、あのジャックさんに連れて行かれてたけどさ、でもカナンはさ、ジャックのこと危険な人物って言ってたからさ、今めちゃくちゃ危険な状態だと思うんだよね。落ち着け、私、落ち着け。自分に言い聞かせたものの、すぐにでも走り出したい衝動に駆られた。でもどこへ行けばいい？行き先も目的もまるでわからなかった。お願い、何か思い出して。お願い、お願い。炎を見つめながら天に祈るようにつぶやいた。カナンとマリアさんは、お、来たー。動くな。耳元で声がすると同時に背中に硬いものが押し当てられた。え、でもさ、杖の男さ、さっきマリアさんに用はないみたいな感じだったじゃん、さっきってか、この前。声の感じで振り返らなくても誰だか分かった。私には用がないんじゃ。落ち着いて考えた。大沢瞳を釣り上げるにはどうすればいいのか。確かに。杖の男はゆっくりと言った。確かにな。お前を餌にすればいい。杖の男はさ、立野さんではないのかな、やっぱり。あ、トゥービーコンティニューだ。これ3時台終わりじゃない？うわ、来たー、来たー。3時台終わった。赤ちゃん、え、本格決定。